これは新たな門ね。結界もありますし。ダメだ、俺には反応しない。どうやらシャーリーと小僧をぶちのめしてきたようだな。あんた、こちらの動きが見えているのか。手に取るようにな。さあランドルフ、手をかざせ。すべての決着をつけるためにな。望むところだ。それでは戦を始めるぞ。迷いと未練を捨てて、いざ飛び込んでくるがいい。ったく、親子揃って。ロンディさん、予想はしていたけど。ああ、正直厳しすぎる相手だな。 IBC 前で見せつけられた圧倒的な力から判断する限り、俺たちの勝ち目は薄いだろう。確かに実戦経験が違いすぎるね。オーガロッソ、噂には聞いていましたが。だがここを越えない限り、俺たちは前に進めねえ。俺自身の蹴りを、2年前につけられなかったけじめをつけるためにも、どうかお前らの力を貸してくれ。ああ、もちろんだ。言わずもがなです。当たり前じゃない。微力でよければ、ぜひ助太刀させてください。これは、なんて光景。とんでもないです。煉獄の炎も核やだね。これが戦機の内面。参ったな、この光景。俺にもどこか懐かしいものを感じるぜ。でも、それもまた、ランディの一部なんだろう。ああ、2年前、俺はこんな光景から目をそらすために逃げた。だが、自分の業と向き合う時が来たので、全てを打ち砕く化け物、オーガロッソの戦場だ。飲み込まれないよう、腹をくくって突き進むぞ。ああ、可能。始めましょう。ギョーザチャンスだ。よし、畳みかけるぞ。アイサー、オッケーです。ではおう。
よし、上出来だ。グッジョブです。おっしゃ。今だわ。みんな行くわよ。アイスター。はい。了解。はい。そこ。やっ。やっ。どう。やっ。ドライブ開始。やあ。うっしゃ、いい感じだぜ。お疲れ様です。先生可能。始めましょう。せいっ。おっしゃ。はっ。私の番ね。エニグマ駆動。さて。俺の番だな。えい。で。悪いな。先に行かせてもらうよ。任せろ。そこだ。任せて。エニグマ駆動。そこだ。そこだ。やあ。任せて。やっ。よし。やっ。は。はい。そこです。
おっしゃ！はっ！よし！やっ！はっ！迎撃完了！みんな、先に進もう！かかってきなさい！せい！はっ！任せろ！はい。そこだ。行きます。ドライブ開始。俺の番だな。よし！やっ！はっ！任せてくれ！せい！でや！ぐっ！やっ！そこだ！任せろ。ゼー！やっ！そこだ！任せてくれ！せい！はっ！これが俺たちの力だ！よっしゃ、畳みかけるぞ。せい、はっ。任せろ。私の番ね。私の番です。ドライブ開始。やるね。ゼー！敵出現。やっちゃいましょう。はい。ドライブ開始。行くぞ。
私の番ね。エニグマ駆動。そこだ。よし、任せろ。ぜえ、世話が焼けるな。そげ、みんな大丈夫か？敵出現、やっちゃいましょう。せいでや、え、行くぜ。さて、そこだ。任せてくれ。やっ、行きます。ドライブ開始。任せろ。エニグマ駆動。それ。ほら。任せて。エニグマ駆動。そこだ。行くぞ。セット。任せろ。はっ、行きます。私の番です。ター。こんなところかしら。良いデータが取れました。お疲れ様です。はっはっ、よし、一気に行くぞ。やっはっ、おっしゃ。さてと、私の番です。任せろ。
任せてくれ。やっと行きます。ドライブ開始。私の番ね。エニグマ駆動。やあ、私の番ね。そこだ。よし、おっしゃ。はい。さてと、はっ。任せてくれ。そこです。戦闘終了。やれやれです。行くぞ、みんな。はい。行くぞ。エリ、頼む。え、任せて。は、え、や、スターブラスト。任せろ。行くぞ。やっ、はっ。おっしゃ。行きます。ドライブ開始。俺の番だな。えいっと。やっ、これもみんなの勝利ですね。成果の始めましょう。やっと。任せろ。駆動。はい。エニグマ駆動。任せて。そこ。行くぞ。やっ、は、俺の番だな。えっと、行くぜ。はっ、私の番です。エニグマ駆動。え、えい、行くぞ。やっ、や、
そこだ。世話が焼けるな。はっ、行くぜ。はっ、任せて。そこ。こんなところかしら。行くぞ、みんな。任せて。行きます。俺の番だな。さあ、出さて、エニグマ駆動。俺の番だな。ほら。さてと。エニグマ駆動。行くぞ。おっしゃ、はっ、はあ、100年早いっつーの。オラオラ邪魔すんじゃねえ。やっで、行くぜ。気をつけ、行くぜ。了解しました。オラ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 、ハーケンストーン。さてと。任せて。そこ。そこだ。よし。せいは。私の番です。ドライブ開始。俺の番だな。さてと。やっ、
そこだ。それさて、ターン。行くぞ、セット。よし、上出来だ。お疲れ様です。成果の始めましょう。あなた、やっで、おっしゃ、私の番ね。さて、よし、やっ、私の番です。エニグマ駆動、おっしゃ。私の番です。えい。さてと、俺の番だな。やっ、やまだまだいける。任せろ。さてと、エニグマ駆動。さて、ドライブ開始。やあ、私の番です。エニグマ駆動。上出来かしら。お疲れ様です。
前哨戦をくぐり抜けたか。おじき、シグムンド、オルランド、赤い星座の副団長、オーガロッソ、最強の両兵の一人ですね。その通りだ。俺とハルと言ったら刀身と両兵をくらいだったが、その二人が相打ちになった後では俺が最強と言えるかもしれん。あくまで現時点ではな。ランドルフ、もはやお前も気づいているはずだ。このクロスベルの状況とエレボニア帝国の乱れによって大陸は激動の時代を迎えた。今まで以上に俺たち両兵の活躍の場は増えていくだろう。テロリストどもは規制を上げ、蛇と教会の暗闘は広がり、遊撃士どもは躍起となるだろう。貴様も肌で感じているはずだ。まさに終わるべくして平和な時代が終わったのだと。勝手なこと。でもあながち間違ってはいないわ。クロスベルの事件、そして帝国の内戦と共和国の混乱で大陸は今大きく揺らいでいる。もしかしてクロスベルの事件が起きなくても不可避だった？大陸の至るところで導火線がくすぶっていたのは確かです。クロスベルの事件はあくまできっかけでしかないでしょう。ああ、そうだろうな。そして確かに俺はそれを肌で感じていた。嵐の横浜は戦場の匂いが立ち込めるの。ランディ、それこそ貴様が骨の髄まで両兵である証拠。そしてオルランドの一族に流れる戦士としての血のカルマだ。なのにランドルフ、なぜ貴様は未だ目を覚まさない？どうして自分を偽りながら安穏な生を送っていられるのだ？これが最後だ。ランドルフ、刀身を告げ。足りない部分は兄貴の代わりに俺が仕込んでやる。そして名実ともに赤い星座の団長となった暁にはどこに肩入れするも望むままだ。無論このクロスベルに肩入れしてやるのもいいだろう。この剣がどう転んだとしても間違いなく相当な苦難が待ち受けているだろうからな。お仲間のためにもなるかもしれんぞ。あなたは足元見すぎです。なるほどな。冷徹かつ合理的に竹木正義を解明する。さすがそれが両兵の両兵たるゆえん。貴様も分かっているのだろう。平和な時代が去った以上、貴様が抗う足場はどこにもないはずだ。ならば迷う余地はあるまい。そうかもしれねえな。だが答えはノーだ。ほう。どうやらあんたの不敵な老いは道を外れちまったらしいぜ。激動の時代に平和を求め、欺瞞の世に正義を求める。しかもロマンや幻想もなく、自分たちができることを地道に積み重ねることに、そんな足場を見出しちまってるんだからな。ランディさん、誰かさんから臭さが移ったのかな。この足場を持って俺は俺の業に抗わせてもらう。あの懐かしい戦場の日、
修羅として生きるしかなかった俺自身と完全に決別する。これが俺なりのけじめだ。ランディ、私たちも見届けるわ。ふんふん。ははははは。ごたくはそれだけか。なんて時。ふん。いいだろう。その頼りなき足場を持って貴様の抗いを認めよう。だが分かっているな。そこまで言い切ったからにはもはや手加減はできぬと。ああ、望むところだ。親父とあんたから学んだ戦技と持てる力の全てをかけて、最強の傭兵であるあんたをぶちのめさせてもらう。面白い。ならば俺は貴様を喰らって刀身を継ぐことにしよう。不出来な息子を持った兄貴へのせめてもの手向けとしてな。さあ受けてみろ。戦場を喰らい蹂躙し尽くす大ガロッソの総戦部を。来るわ。迎撃開始。全力でランディを援護する。全力で抗うがいい。この勝負引くわけにはいかねえ。任せて。俺の番だな。はい。がっ。任せてくれ。せいはい。ドライブ開始。おっしゃ。私の番ね。俺の番だな。させるか。はあ。くらえ。え。行くわよ。くらいなさい。はい。エニグマ駆動。やあ。ありがとう。はい。ドライブ開始。任せろ。エニグマ駆動。やあ。
サンクス。はい。AA システム開放します。移送空間にアクセス。絶対障壁の個別展開。ゼロフィールド。ほら。任せてくれ。させるか。はあ。うん。はあ。俺の番だな。させるか。はあ。おっしゃ。そこだ。行きます。ドライブ開始。俺の番だな。させるか。はあ。行くぞ。えい。は。うん。どう。や。や。行きます。エニグマ駆動。さてと。行くわよ。くらいなさい。俺の番だな。駆動。チャンスだ。やっと。行きます。ドライブ開始。やあ。行くわよ。くらいなさい。赤き王が来た。くらうがいい。くらえ。クリムゾンホール。おっしゃ。任せてくれ。せいはっ。私の番です。ドライブ開始。くらえ。そこだ。俺の番だな。せいで。俺の番だな。駆動。やっ。任せて。
それ。私の番です。依存空間にアクセス。絶対障壁を個別展開。ゼロフィールド。ほら。え？任せて。俺の番だな。やっ、で、なかなかやるな。くらえ。任せろ。やっ、やっ、さてと、さてと、エニグマ駆動。やあ。任せてくれ。せいで。やっ。やっ。さてと。エニグマ駆動。俺の番だな。はっ。俺の番だな。やっと。はい。ドライブ開始。はあ。やあ。行きます。エニグマ駆動。よし。せいっ。よ。行くぜ。さてと。エニグマ駆動。任せて。エニグマ駆動。赤きオーガの力食らうがいい。食らえ、クリムゾンフォール。任せろ。よし、えいっ、でゃ、てこずってるかい。はっ。チャンスです。エニグマ駆動。ほら。やっ。よっ。えっ。Yeah.
楽しませてくれる。行きます。ドライブ開始。よし、やっ、赤きオーガの食らうがいい。俺の番だな。エニグマ駆動。それ。俺の番だな。私の番ね。エニグマ駆動。くらえ。任せてくれ。おだ。さて。ドライブ開始。俺の番だな。やっ、やっ、えっ、うん、はあ、それ。でおっしゃ。始めるとするか。くらえ、ベルゼルガー。あれだ、往生しろ。抜かったか。うっしゃ、いい感じだぜ。ナイスファイト。まさかあんな足場でそこまで踏ん張るとは。だがそれもまた今の貴様の力か。ああ悪いが貫き通させてもらう。あんたと親父には不義理をしちまうけどな。今さらなんだ。それに一番の不義理はけじめも取らずにのうのうと流れていたことだろう。一言も言わなかったが、兄貴も心配していたぞ。そうか。だが少しは兄貴に顔向けできる顔になったようだ。その強がりがどこまで貫き通せるか、これからの生き様で証明してみせろ。Thank you.
跡ですね。今度ばかりはエイドスに感謝だね。なんだかんだ言って家族だったんだな。ランディさんのこと心配していたみたいですね。ああ分かってたさ。荒っぽいのはうちの一族の流儀みたいなもんだからな。だがこれでなんとかけじめはつけた。領域も解放できたみてえだ。とりあえず門のところまで戻るとしようぜ。そうね。お疲れランディ。お疲れ様でした。そっちこそな。やっぱり領域を解放すると解除される仕組みみたいね。よっしゃこれで先に進めるな。はあ、でもさすがに激しい戦いだったし、一度メルカバに戻って休んでいいかもしれないね。そうだな。報告がてら戻ろうか。